3483番佐賀支部の入船由紀子です。最近のレースの調子は、フライング休み明けです。でレースの特徴や強みって特にないです。趣味やマイブームは、休みの間ちょっと手芸してました。ラッキーカラーは好きな色は黄色で、今節の意気込みはちょっと休んでたんで慣れたいです。よろしくお願いします。3518静岡支部倉田育美です。最近はまあエンジン慣れですね。ぼちぼち自由にやってます。自分のレースの特徴はスタートは遅いんですけど、まあ、粘り強く最後まで走りたいなと思ってます。趣味は、まあ、ドライブとかですけど、まあ、特にマイブームはないです。あと好きな色は黄色とかが好きですね。今節はぼちぼち怪我なく帰りたいと思います。応援してください。3999愛知支部、大滝康香。最近はちょっと3ヶ月の、フライング休み明けでちょっと調子は分かりません。自分のレースは結構波があった時は、強くはないかもしれないけど結構乗れる方かなと思います。最近は、のマイブームは、お城を巡ったり、百名城を巡ったり、家ではPUBG の、ゲームしてます。ラッキーカラーは、緑かな。今節はちょっと休み明けなので、無自己乾燥と、ちょっと体慣らす感じになってしまうかもしれないんですけど、一節頑張りたいと思います。お許しください。4017番山口支部向井美鈴です。最近のレースの調子はまずまずだと思います。自分のレースの特徴としては、握って回るレースを心がけています。最近の趣味、最近カニをいただいたんですけど、そのカニ味噌が美味しくてちょっとハマりつつあります。ラッキーカラーは、ラッキーカラー好きな色は緑です。今節は混合制なんですけど、スピードに負けないように頑張りたいと思います。お願いします。4045山口支部佐々木ひろみです。最近のレースの調子は、出入りが激しい感じがします。レースの特徴はスタート遅れないようにします。マイブームは、特になし。好きな色は、小物が赤が多い気がします。今節は、地元なので一生懸命頑張ります。登録番号4246静岡支部の北野由香です。最近のレースの調子は、ちょっとあんまり良くないところで走ってると思います。自分のレースは、そつなく走ってこう船券に絡めるかなっていう、いい時はそんな感じです。趣味は、ちょっと、産休明けてまだそんなにちゃんと、趣味を満喫できてないんですけど、マイブームはなんか本を読んだりとか、ちょっとこうリラックスしたりします。ラッキーカラーは黄色と緑が好きです。今節の意気込みは、たくさん船券に絡めるように頑張ります。応援してください。4699福井支部安岡恵です。最近のレースの調子は、9月に復帰したばかりなのでまだ自分でよく分かってないですが、頑張ります。自分のレースの特徴や強みは、まだそう言えるほどのものがないんですけど、スタートはしっかり行きたいと思っています。趣味やマイブームは、
と最近ピアノとちょっとお世話になってる接骨院の先生にいただいてピアノが好きなのと、あと家では料理が好きです。とラッキーカラーや好きな色は赤です。と今節の意気込み頑張ります。4923山口支部末田桐乃子です。よろしくお願いします。最近のレースの調子は、いい感じだと思います。この間水神祭を取れてから気持ちが楽になったので、ちょっとだいぶ周りが見えるようになりました。で、自分のレースの特徴はやっぱりその水神祭の時に上からまくっていったので、やっぱスピードあるレースを心がけて常にやっているので、スピードあるレースを皆様に提供できるように頑張っています。趣味はずっとソフトテニスをやっていたので、やっぱりソフトテニスが一番今は趣味って言えるものだと思います。好きな色は、黄色とか赤とか暖色系が自分は好きで、なんか燃える感じがいいんで自分はその色が好きです。今節は、2勝目目指して頑張っていきたいので、皆様応援よろしくお願いします。登録番号4963広島支部佐根森美恵です。最近のレースの調子はちょっと、あんまり良くなくて、いい時と悪い時の差が激しいので、ちょっとそこを改善したいなと思ってます。特徴、レースの特徴は、握るところですかね。特徴で趣味は最近ちょっとゲームにハマってて、ラッキーカラーは好きな色は緑で、ラッキーカラーは多分青かなと思います。今節は追加なんですけど、最後まで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。